シーズンの5ゴール。一方の栃木ユヒョン止めることができるでしょうか。キッカー清武落ち着いて決めました。徳島同点です。前半の25分、徳島 PK で追いついています。清武今シーズンの5ゴール目。続いてほぼ真ん中、まあ、大事な PK でしたけどね、落ち着いてましたね。